久保さん、関わらないですね、僕の場合は。あのー、僕はあの関わらないようにしてますね、できるだけ。うん。まあ、ツイッターもやってない理由は、関わらないようにするっていうね。<laughs> そう。まあ、いろんな人の意見とか考え方があって、まあ、まあ、何が正解かは分かんないんですけども、その人の正解があって、その人の正義があって、その領域に入ると、 それは悪だっってなっちゃうので、うん、だからなんすかねまあ大麻、うん、とかもね日本でやったらまあ捕まるかもしれないですけど合法の国もあるだろうし逆に言うと合法の国だと大麻吸わないのみたいな話もあったりするかもしれないですよねでもその日本の正義を振り返して大麻は危ないって言ってもねそっちの国には通じなかったりえな,なんでタイ麻めっちゃええやんみたいなねだからまあ何すかね あのいろんな正義はありますから、そこにあの関わらないっていうね。<laughs> うん。なんかその、イメージ、僕のこれ勝手なイメージですけど、何すかね、もちろん YouTube とかそういうプラットフォームは借りてます。ね、僕が YouTube 作,作ったわけじゃないし、インスタ作ったわけじゃないんだけども、そういうのを使わせてもらってるんだけども、一応自分のプラットフォーム、アカウントの中で自分が好きなように発信する。まあ うん、なんですかね、こう,う,う、精通してない部分もあるんですけど、自分の部屋の模様替えとか、自分の家のデザインとか、別に自分が好きなようにしさせてくれよっていう <laughs>。いや、その部屋のデザインは良くないとかね。その壁の色は良くないとかね。なんかまあ、そう言われてもみたいな <laughs>。 自分の家だからみたいな。もちろんね、YouTube を僕は作ってないですし、まあ、その各種 SNS を僕は作ってないんだけども。だけど、まあ、そこぐらいちょっと自由にやらしてもらいたいなっていうところですよね。だから、あの、じゃあ、文句があるんだったら、あの、見ないでくれと。<laughs> その、自分、その、部屋のデザインが気に食わらないんだったら、その部屋のデザインの部屋に入らないでくれと。<laughs> それがお互い平和なんじゃないかと。そう。 ただなんかその、なですかね、そういう風にやってますね。だから僕はもう多分一生コメント欄をあ開けることは多分ないですね。で、コメント欄を開けることがあるとするならば死ぬ間際すかね。死ぬ間際の動画ぐらい。だって死んだ後どうせ見ないから、死ぬ間際のね。 猪木さんみたいな感じで、もう死に回すみたいな、なんかもう、うわーってなってる感じの、なんかあの、それでも頑張ってるぜみたいな動画はコメントできるみたいなね。で、それ何でするかっていうと、見なくていいっていうね。もう死ぬとばっかだから。だからまあ、コメントをもし開けることがあるとすればそういうことですね。うん。まあ、T、あの、インスタはね、インスタはコメントできるようにしてるんですけど、インスタの世界観はないですね。で、そもそもそういう発信をしてない。まあ、久保さんが言う,言う通り、 そういうい発信をなぜそういうことが来たのかっていうとまあ元回数自分がそういう発信をしたからっていうところがあるわけじゃないですかねで僕はインスタでそのネットで稼ぐみたいなねそういう発信全くしてないのであ花とかですから <laughs> まあ最近はちょいちょい、ほんのちょいちょいなんかちょっとストーリー投稿とかにちょっと入れたりとかするんだけども、基本メインコンテンツは花とか、そこにまあ最近はちょっと文章入れてますけど、じゃあそこに、そこの、その発信に対して、その花は汚いとか、その花は写真撮るなみたいなコメントは来たことないですね。うん。だから結局その、インスタの僕はその違う形で、全然違うブランディングでやってますけども、まあそこに変なコメントは来ないですね。 うん、だから僕がわかっ、ちょっとインスタをずっとやってて分かったのが、花が好きな人に、あんまり悪い人はいないのかなっていう <laughs> あ。その花綺麗ですねっていうような人に、なんかその誹謗中傷してくるような人はあんまりいないんじゃないかなとは思いますね。うん。だからまあインスタは本当に色を変えて僕はやってますね。うん。だから YouTube はもう稼ぐ系なので、稼ぐ系ってなっちゃうと、まあいろんな意見とかご意見とかね。 いろんな、その、あるでしょうから、まあ、コメントは、まあ、今後も一切できないようにします <laughs>。あ、あと、唯一できるのは、その、あれですね、メンバーシップですね。メンバーシップで、あの、金運研究所っていうライブをやってるんですけど、それはもう、チャットを読み上げて、一緒にこう、ワは AI やるんで、それはやってますけど、ただ、その、なんですかね、そこに集まる。お金払ってでも、吉谷さんとお酒飲みたいっていう人しか集まってないので、まあ、超面白いですね。 た、うん、だからやっぱね僕も昔はいろいろオープンしてた部分あるんですけども限られた時間の中で誰とやっぱ誰に意識意識ですよねやっぱ書かれると意識いっちゃうわけじゃないですかうん見ちゃうしね、うん、だからその 意識だったり時間とかは、まあ、有限なので、どこに意識だったり時間を持っていくのかっていうと、まあ、少なくても自分が好きだっていう人に意識や、あの、サポートだったり時間を注いだ方が、まあ、ね、僕も40になりましたしね。うん、まあ、そういうところは考えるようになりましたね。自分の意識、時間をどこに注ぐのかっていう。 うん、ただこれはマーケティング的に言うと、まあ多くのコメントをもらったりとかする方が再生数回ったりとか、もちろんそういう意見からアイディア、リソースを持って、こう新しいコンテンツが作れるみたいなももちろん一つはあるんですけどね、メリット、デメリットは両、どんなところにもメリット、デメリットはかあの今後してますから。うん。ただその、それを取らなくても、まあ別にやっていければ、飯食っていければそれはそれでいいのかなっていう。うん、はい。いってらっしゃい。